今回は私たちの決まりでドライバーを用意します。というと？彼女です。渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？彼女は時々山賀の家や木曽に入るようになるの。家に誰もいないことも、クラスメートから聞いて知ってる。でも山賀のことは知りたい。自分のことは何も知られずに、彼のことは全部知りたいの。でも山賀は彼女の思いを知らない。彼女も知られたくないから、それで構わない。